情熱大陸スペシャルライブサマータイムボランザは、バイオリニストの博士太郎が主催していた夏の野外音楽フェスティバルである。通称は、情熱大陸ライブ、情熱大陸フェスで2002年から2017年まで毎年開催。博士が50歳を迎えた2018年にも、博士太郎サマーフェスと開題した上で、公演を続けていた。毎日放送が制作する。 TBS 系列の全国ネット番組、情熱大陸のテーマソングを手掛ける博士は、従来のフェスティバルのように、若年層をターゲットとしたものではなく、様々な年代が幅広く参加できるフェスティバルを目指し、2001年に、情熱大陸ミュージックスペシャル用、カセ太郎ライブとして、大人のための野外音楽フェスティバルを立ち上げた。翌年より東京と大阪の2会場で、 そのコンセプトに賛同したアーティストを招いての開催が始まった。2010年から2014年は北海道、2012年は愛知県でも開催された。出演するアーティストのジャンルは J-POP やジャズ、ブルースなどが大部分を占める。また、アーティスト同士のセッションが多いことも特徴である。その他、食通の博士が厳選、監修した特製料理、 情熱フードメニューも名物となっており、中でも吉祥そうめんシリーズは全会場で販売される代表格である。なお、博士は50歳を迎えた2018年以降も自身が主催する音楽フェスティバルを年に1回のペースで開催。毎日放送や情熱大陸ライブ時代の出演アーティストとの協力関係も続いている。ただし、同年開催の 博士太郎サマーフェスから情熱大陸の冠が外れた。2019年からは夏場以外の時期に情熱大陸ライブ時代とは別の会場で博士太郎音楽祭として開催している。過去に使用された会場太字はオープニングアクト。ありがとうございます。